はいさい、今回は宜野座村に来ています。そして目の前にね広がっている公園は神奈児童センター、児童センターじゃないか、神奈児童公園かっていう場所でね、子供たちが遊んでますね。で、まあ、今回こちら訪れた理由なんですが、こちらね神奈ビーチがあるので、今回ねビーチをお散歩したいなということでやってきた感じです。見えてきましたね。ちなみに右手はね神奈港がありますね。フェンスがされてるんで港の様子はここからだと見ることができないんですが、港の横にこちら神奈ビーチです。やっぱね1月でも晴れてくれると綺麗ですね。ただやっぱね冬の北風、波風がねほぼまたいつものようにうるさくなってるのはね、まあ仕方ないんですが、ね、こんな感じで綺麗な海がね神奈にも広がっています。あ、遠くでは釣りを今打ち込みしてましたね。打ち込み釣り、なんだろうね、たまんとこが釣れるのかな。まあおそらくだけれど草はベラとかが釣れるのかな。水が釣れない感じがするので、キスっぽい魚ももしかしたら釣れるかもしれないですね。トカゲスぐらいが、風が強いのはちょっと海辺歩いてるとね、どうしても風音がうるさくて、ボーボーボーって、また申し訳ない感じな動画になっちゃうんで、ちょっと陸の方攻めるか。あの釣り人の方ね2本ぶっ込んでますね。ちょっとよいしょ。で確かこの辺ってあの温泉みたいな施設があるタラソの近くだと思うんですよ。僕タラソにも行ったことないんで、場所的に当たってるのかわかんないけれど、なんかいい感じのアダン林がありますね。先ほどの釣り人かな。どうしよう。あ、なんか正面に見えたあの大きな茶色いレンガのね、赤レンガの建物がもしかしたらタラソかもしれないですね。あ、もちろん有料なんですが、なんかスパ的なことができたりするのかな、岩盤浴があったりね。まあおそらく年齢層はねだいぶ高い人たちがね利用する施設だとは思うんですが、もちろん若い方とかでもね利用できると思います。タラソだねこれね多分。でご覧の通り今日の沖縄青空が広がってはいるんですが、今あいにく太陽どれだ、雲のこの辺どっかにあるのかな、太陽がたまたまね、まあ、隠れてるんで、それだけがちょっとね残念だなってね感じですね。でも海辺じゃないんで少しは風の音、あ今太陽出てきた少し。はい、こちらタラソですね。宜野座なんてね僕本当に年に2、3回来たらよく来たんじゃないのって思うぐらいね、あんまり来ない場所なんで、ちょっとねテンション上がってますね。普段やっぱ来ない場所に訪れるっていうのは楽しいですよね。タラソってなんかウォータースライダーみたいな滑り台みたいなのもあるんでね。あ、何かあっち掲示板があるな、なんか僕が好きそうなねなんか書かれてますよ。なんだろう、こうやってねわからないところをね適当に歩いてるとこういう発見があるんでいいんですよね。神奈わらびバカ、お墓ですね、
説明読んでみよっか。カンナわらび墓、ここはハンガーわらび墓と呼ばれ、7歳未満の子供たちの墓地でしたと。戦後まで、父親が納棺した子供を家から、墓地まで抱いて連れて行き、砂浜や岩陰に葬りました。わらび墓は砂地に掘った穴をテーブルサンゴで四角に囲った、質素な作りでした。その中に子供を、葬り、上には、平石の蓋をかぶせましたと。埋葬から7年後に骨を拾い大人の墓に、合葬っていうものかな、これ合葬されることもありました。わらび墓は沖縄の伝統的な習慣で、ヤンバルでは子供と大人の墓地が別々に設けられていました。再生を願って、海の彼方に住む祖先のもとに子供を返したと、言われていますと。なるほど。っていうのが何、ここのことですか。うわすげえ、なんかね、上はね崖というか森みたいな感じになっているんですが、別にここがそうじゃないよね。ただでもここもなんかめちゃくちゃ何か感じる場所ですよね。わあすげえ、こういう岩ってなんかパワー感じるんですよね。砂浜に掘った穴をテーブルサンゴで四角に囲ったっていうから、ここは別にカンナわらび墓とは関係ない場所なんでしょうね、おそらく。ただね、この辺なんか廃所みたいな豚気なような雰囲気も漂ってますね。このね、破断とかもいい感じで、何あっちって 煙が出てるよ奥。煙じゃない、虫なの。なんだ正面ね、なんか煙みたいになってるのは虫がいっぱいいて煙のようになってるのか、まあ、こんなの映してもしょうがないんですけれど、めちゃくちゃ虫が飛んでて、その虫がねなんか煙のようにこの辺、やば、わかります、虫がいっぱい飛んでて、靴の腹ちょっと靴閉めながらって言ったら、マスクを普段最近してないのがバレちゃうんですが、最近ねもう僕マスクするのやめたんですよ。でこっから行けないみたいなんで、この虫やばいな、この虫、虫がいっぱいいます、ここなんか知らないけど。虫でもいいね、こういうアダンな雰囲気、僕大好きです。このね、アダンをね越えると青い海が広がるみたいなねシチュエーションが大好きでね、ここからなんか通れそうな雰囲気があるけれど、なんか何これ、砂山があるな、何なんだ、もし登っていいやつかな、ちょっと反対側に行かないと登っていいやつか分かんないからやめとこう。よいしょ、こういう感じ大好きですよ、本当に南国な感じがしてね、いいですね。あー綺麗だ、最高です。さっきよりも太陽が出ててね、綺麗な海が広がってます。最初からこんな感じだったらよかったのにね。で奥にはなんかなんだろう、レンガっぽい、レンガじゃないな、コンクリのトイレなのかな、もしかしたらもともとね、このカンナビーチで更衣室的なやつで使われてたのかな。僕地元じゃないんでね、ここが管理されたビーチなのか、自然のね自己責任な海なのかね、ちょっと分かんないんですよね。ただね、海のそばはこういった感じで森、さっきみたいにね、お墓の遺跡みたいなのもね残ったりするね、自然豊かなね
雪の雑草がね届けてきたんじゃないかなって思います。いいよね、本当に雰囲気最高です。太陽もね今出てくれてるんでね、風がちょっと風が来たからもう一回上に登ろうか。やっぱね海辺歩くとどうしても風がボーボーね吹いちゃいますね。よいしょ、カンナビーチね、カンナダムとかがあるんでね、ダムも帰りながらに行けたらいいなって感じなんだけれど、いっぱいね写したい場所があるんでね、ここなんだ、気になるよ、またこういう場所。何おー、びっくり、なんか涼しいな、ここ。まあ冬なんでね、もちろん涼しい。うわ、雲です。ちょっとした水汲みの場所になってるだけなのか。森ですね、完全に。なんか急にねこういうところ発見すると、クモの顔にやられた。行きは覚えてたのに帰りは忘れちゃって、クモの巣の餌食になりましたね。よいしょ、なんか水の音がどこから聞こえてくるよ。水がなんか滝のように流れてるけど、あれはどういうことだろう。で、どうやらこちらもともとトイレだったのかな。なんかよくわからないトイレなのか更衣室だったのかわからないね場所に、ここからなんか水が流れてますね。どういうことだろう、ずっと謎を解きたい。よいしょ、お邪魔します。あー、ここね多分ねガーカーになってますね、おそらく。なんかそういう雰囲気がありますね。やっぱ石灰が溶け込んでるんでね、なんか鍾乳洞っぽく石化してますね。湧き水みたいなのに流れてて、これあれですね、まあ真水、きれいな水かちょっとは分かんないけれど真水なんで、ビーチ使った後にここで体洗うようなこともできるみたいな雰囲気ですね。なるほどなるほど。うわ、ここ何、なんかやば、ここはね夏場いっぱいいろんな生き物がいそうな場所ですね。反対側これ回ってみようか。こんな長くなる動画予定じゃなかったけれど、ここはここでなんか急にどうしたんだ、まあ、いやマンホールみたいになってますね。なんか人がいるのかなと思ってね、恐る言ったんだけど、ここのくぼみとかはねまた水が流れてるんですが、今にも崩れそうだな、ここの土は。でもね岩盤もしっかりしていて、ちょっとしたね洞窟みたいな穴になってますね。謎が多いな。何、水汲み場だったのかな、何なんだろうな。そしてねここにあるこのパイプもどういうことなんだろう、あそこから水が抜けるのかな、よくわかんないですね。もうちょっとなんか先に行くと面白そうなのがまだありそうな雰囲気なんでね。すげえな、木の座人が住んでそうで怖いんですよね。
1000人でもいないかなって感じですよね。こんなところに暮らしたいって思う。おなんか階段があるし、そしてここには何か文字が書かれてますよ。1969年6月6日南山王若アジ、なんて読むのかな、これ若いでいいのかな、富里若寺城音散る、お墓なんでしょうかね。えちょっとお邪魔します。階段がもしかしたらお墓になってるんですね、おそらく。ちょっと様子だけでも、ここも水が流れてますね。水が豊かな場所ですね。階段かなと思ったらもう完全なお墓になってるのかな。上はねちょっと崩れてる跡があるんですが、まあねこの斜面を利用してなんかブロックで囲われてて、上は上でなんか屋根っぽい感じになってる、あそこがね何なのか分かんないけれど、まあこちらも廃所なんでね、はい、お邪魔しました。やっぱね沖縄まだまだ分からない場所だらけです ね。この辺のこと詳しい方も知ったらコメントしてくれるとありがたいです。ここもなんかブロックで、ここもね何やら同じような作りになっていて、なんかね文字が書かれているんですが、ちょっと暗くてね読めないんですが、まあ、ムンチュの会所なのかねお墓なのか、そういったね類なんでね失礼のないように。すげえ自然だな本当に、すごいですね。そしてね海は海で本当に冬とは思えないね綺麗な海ですよ。遠くには阿蘇、こういう岩の感じも好きです。僕も金のねサンライズビーチとかがこういう感じのね斜面なんですよね。うわすごい水がね流れ出てきてて、この上にもね何かね洞窟チックな場所があって、あーすげえな、すごいねこの岩ね。岩を見てすごいって言ってるのもね分かる人にしかね分かってくれないと思うんですが、大好きなんですよこういう場所。はい、というわけで今回宜野座村の、神名児童公園からね、神名ビーチ通って何やらね廃所っぽいね場所がある、ね、大自然なね場所から沖縄の魅力をお届けしました。そして遠くにはねヘリが飛んでますね。何のヘリなのか分かんないけど、はい、最後までご視聴ありがとうございました。あ、それとチャンネル登録まだだよって人がいたら登録してくれると嬉しいです。もう20分もね長い動画になっちゃいましたね。はい、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあまたね、バイバーイ。